皆さん、こんにちは。おはるです。 JK 女子高専生が教えるパワーエレ、今日はワイヤレス給電についてお話しします。 iPhone X、電子カード、イヤホン、電気自動車を挙げました。さあ、これら4つに共通するものが何だか分かりますか？ワイヤレス給電です。さて、今回はシンプルで魔法のようなワイヤレス給電についてみんなに紹介していくよ。まず、はじめにワイヤレス給電の方式について説明するよ。ワイヤレス給電の方式には大きく分けて3種類あるんだよ。1つ目が電解結合方式、2つ目が電波受信方式、3つ目が電磁誘導方式だよ。じゃあ、ワイヤレス給電方式の比較に行ってみよう。評価も見てもらったら分かるように、送電距離、送電効率、設備コストで比較したよ。この3項目において一番いい結果を示しているのが電磁誘導方式です。そこで今回はこの電磁誘導方式を紹介していくよ。電磁誘導方式はファラデーの電磁誘導の法則の原理を用いているんだけど、わかるかな？式で表すとこんな感じ。簡単に説明すると、コイル周辺の磁界を変化させると電圧が発生するってことなんだ。ワイヤレス給電の回路図で表すとこんな感じです。送電側のコイルに電流を流すと、このように磁束が発生します。その磁束が受信側コイルに交わると、電磁誘導の法則に従って受信側コイルに電流が流れ、豆電球が光ります。コイルの距離が小さいといいんだけど、距離が伸びるとどうなるのかな、確かめてみよう。さっきと同じように磁束は発生するけど、受電コイルに磁束が届かなくなって豆電球は光らないんだ。送電距離の問題を解決するために MIT で新たなワイヤレス給電方式が考えられました。その名も磁界共鳴方式です。磁界共鳴方式の回路を紹介するよ。これだと電磁誘導方式の回路だね。ここによいしょ、共振用のコイルとコンデンサーを挟みます。磁束が共振用コイルに作用して、送電側共振用コイルに大電流が流れるんだ。すると磁束が大きくなるんだ。そして受信側共振用コイルにも同じく大電流が流れるんだ。最終的に磁束が受信側コイルまで届き、電球が光ります。磁界共鳴方式の利点は大きく2つあり、送電距離を長く設定できることと送電効率が良くなることです。最後にまとめだよ。ワイヤレス給電方式は数種類あり、高効率長距離送電には磁界共鳴方式が適している。ワイヤレス給電技術のさらなる発展に期待。これで JK が教えるパワーエレ、ワイヤレス給電編を終わります。バイバーイ。